はい、メディアサロン高畑です。今日はですね、ちょっとまた紹介したいものがあります。ですね、先日ですね、ちょっと能登の方行ってきたんですけども、その帰りにちょっと寄ったら、まあ何回か食べたことあるんですけど、結構私と好きなものですねありましたんで買ってきました。はい、こちら能登里山街道の西山パーキングであったんですけど、1個500円。さて中身は何かと言いますと、はい、こちらですね。何かわかりますか？これはですね、よく一般的に錦糸瓜って言われているもので、まあ、別名そうめんかぼちゃとか言われたりもしてます。で、値段がですね、1個200円ですね。はい、まあ、高いか安いかっていうのは、まあ、多分スーパーで並んでてこの200円ぐらいで売ってないと思うんで、かなり安いのではないかと思います。では実際ね、普通知らない方もいると思うんですけども、じゃあ何なのっていうことなので、まあ、実際説明するよりも、作ってみたるっていうか、実際茹でるんですけどね、茹でてみた方が早いと思いますので、そちらの方を見ていただきたいと思います。はい、ではですね、早速調理してみたいと思います。単純に言うとこれを輪切りにするっていうだけなんですけれども、結構硬いものなので、なかなか包丁で切るときも気をつけないとダメですね。普通にやってもなかなか入っていかないっていう、硬いものなので切るときは注意してください。で、まあ中は、はい、こんな感じですね。これを、まあ、3センチぐらいですかね、3センチ、5センチぐらいの厚さで、とりあえずもう輪切りにしてしまって、この中の種ですねを取り除いて、まあ、15分程度、要は身が透明になるまで茹でるというだけのものになります。はい、こんな感じで、あとはですね、こちらですね、種の方を、まあ、取っていただいて、まあ、今現在こんな感じですね。こんな感じで輪切りにして15分茹でてみたいと思います。はい、そうしましたらですね、大きめのお鍋に、お湯をたっぷり沸かしていただいて、順番に入れていきます。結構大きいので、ちっちゃい鍋だとね、全体が浸からないとかねありますので、大きめの鍋を用意された方がいいと思います。まあ、今でもこんな感じですもんね。はい、はい、こんな感じでしょうか。はい、15分間入れてみたいと思います。はい、というわけで、15分経ちましたので、火を止めてですね、一回これを水に、お湯を捨てまして、水で冷やします。はい、そしてですね、水で冷やしましょう。はい、取り出したら、こんな感じですね。ちょっと透明っぽくなってきました。これをですね、今から水の中でちょっとほぐしていこうと思います。はい、それではですね、先ほどお鍋を使ってやっていきたいと思います。はい、はい、先ほど入れたやつこれですね。はい、入れます。そしてほぐすように触っていくと、こんな感じですね。いや、食物繊維みたいな、本当の大きいタイプっていうか、こんな感じで取れてきます。はい、まあ、茹で時間とかはね、多少調整していただいてもいいと思います。あと塩を入れて茹でるとかで、ね、いろいろあると思いますので、まあどれがいいかっていうのはいろいろ試されたらいいかと思います。はい、はい、取れたら皮が、はい、
んな感じですね。はい。で、中から出てきたかぼちゃが、はい、こんな感じになってます。こんな感じですね。で、順番にすべて、ほぐいていきたいと思います。はい、これがですね、先ほどの全部ほぐしてですね、一回ざるに分けてあります。で、しばらく自然に水分を抜いて食べれるっていう感じですね。あと食べ方なんですけども、まあサラダみたいに使ってもいいですし、普通にマヨネーズとかかけてもいいですし、あとそうめんかぼちゃって言われるだけありましてね、そうめんつゆとかそういうのでも十分美味しく食べられます。今日はですね、実際にそうめんつゆで食べてみたいと思います。それではじゃあ今日はですね、シンプルに、そうめん風に、食べてみたいと思います。で、今回も私が使うのは、直源醤油が出しています子供あんまつゆです。皆さんも よろしかったら、一回使ってみてください。そしてですね、こちらのつゆの方なんですけども、先日、ご紹介しました、クラッシュアイスの作る機械作ったものです。でここに、このままつゆを入れまして食べてみたいと思います。今日は暑いんでちょっと冷ためにいきます。はい、それではですね、早速試食いきたいと思います。麺はこんな感じですね。こんな感じ。はい、はい、あ、やっぱ夏にいいですね。ちょっと茹で時間もうちょっと短い方がいいかなと思うんですけれども、シャキシャキとした歯ごたえで、実際、まあ、そうめんかぼちゃ自身にはそんな味はないんですけども、やっぱり普段の野菜不足とかそういう時にはなかなかいいかもしれません。うん、なかなかあっさりとして美味しいですね。こんな感じですね。今日は錦糸瓜、まあ、別名そうめんかぼちゃと言われているものを紹介させていただきました。皆さんもよかったら一度食べてみてください。はい、以上になります。